はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナ、続きをやっていきたいと思います。カッカラ王国に着いたところになりますので、その続きからですね。着いてね、すぐ宿屋に泊まってセーブしたところなんで、まずは情報収集からしていきますか。こいつに話してみよう。あ、水がないんだね、砂漠だから。あれ、なんか始まった。いらっしゃいませ。ご用件は？店か。わからんわ。いっぱいある。え、銀の腕輪、黄金のベスト、銀のチェスト。とりあえず高いもんでいいよね、多分。体はベスト3つ、金はあるからね。腕輪もこれ3つ買ってく。で、アライグマハット、金の髪飾り。いや、アライグマハット3つでいいでしょう。あとは魔法のくるみがちょっと減ってるかってところかな。他にご用、またお越しください。まあまあまあ、まだ金に余裕はありますね。アライグマハット結構増えるね。黄金のベスト、3つ揃えるとさ、すげえ防御力増えるんだけど。こいつもアライグマハットかぶって、黄金のベスト着て、銀の腕輪つけて、みんな同じ格好してるよね。みんなアライグマハットかぶって、黄金のベスト着て、銀の腕輪つけてると。全く個性がない。こいつは？ここは砂漠のオアシスの町、カッカラ王国です。このじいさんは？火の神殿の守り神サラマンダーが何者かにさらわれてしまった。しかも神殿からは種子も失われ、砂漠の魔物たちが住み着くようになってしまった。大臣だね。まんまるドロップ、しっけえな。わしゃこう見えてもこの国の国王、アムール三世じゃ。しかし間違えられても仕方ないかな。オアシスの水が干上がって、この国も終わりじゃ。ジェマとかいう旅人が西の神殿からマナの種子がなくなったからだとか申しておったが、一体誰が。ジェマもここに来てるんだね。どこ行ったんだあいつ。他こいつも何か、ワッツがいる。水が干上がってしまった。もうおしまいだ。まあ、水はね、人が生きていく上では必須ですからね。こう熱くちゃ慣れちゃうよ。よし、気合い入れていこう。普通なんか変なのかぶってるけど、熱くないのかね。待ってた。鍛えられるのはどれだ。ムチ、ムチとかね、使ってないからね。他はない。こっちも行けるね。大砲屋さんか。マタンゴ、氷の国。これってさ、なんか確かさ、サラマンダー回収してからさ、先進むんじゃなかったっけ。あ、そんな気がしてきたな。神殿がどこにあるか言ってたよね。しかしジェマとかいう旅、西の神殿。まあいいか、とりあえず西に向かってみますか。では一回出ていいのかな。いけねえし、そもそも。うわ、あそこ行く。食らう前にマップを変える。食らってるし。あ、敵はちょっとめんどくさいんで、シカトしていきましょう。西、こっちはいけないから上に行こう。ちょっとさ、プリム食らいすぎでしょ、大丈夫。ここがあれかな、神殿かな。そうするとやっぱミスるな。魔法を使った方が効率は良さそうだけど。行きたい。使おう。待って、来い。待って、魔法合戦になってんだけど。ちょ、待って、誰が魔法使ってんの。すーげえ食らってんだけど。
上にいる。ヘッチョンクラウ、防具揃えたのにすんげえ食らうんだけど。危険だよ、なんだこいつら。待って、プリム、あいつを倒したか。さあ弓使いすげえ危険なんだよね。あ、ここ行けない。うわ、あのサプリメン側にいるのとかマジヤバいでしょ。こいつを倒してから先行こう。え、すごい炎で進めないよ。ああ、あそこにあるね、ジンディテクトクリスタルウォール。こいつ攻撃効かない。サラマンダーの魔法、サラマンダーだ。やっぱりサラマンダーを回収してこないといけないんだ。氷の国へちょっと行きましょう。確かね、氷の国にいたような気がする、かすかな記憶。フレームセイバーなんて使うんだあいつ。セイバー系ってどうなるんだっけ。なんかヒットポイント吸収できる属性がつくセイバーとかあった気がするんだけど、なんかルナのセイバーとかってマジックパワー吸収がつかなかったっけ。で火は何、やけどとか。ここはもう全死化としてこう。痛い。魔法強い。一回町に戻ります。で、大砲屋に行って氷の国に行きましょう。氷の国と。氷の国で風邪をひかないように気をつけるっち。これでも聖剣2ってさ、絶対あれあったのに飛んでくシーン、くる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 っていう。で全体的なさ、なんかワールドマップみたいなのも見れたんだけど、そういうのなくなってるね。え、なんだ変なやつがいるぞ。ここはトドグラッス。トドがいるからか。道具屋があるんで、まずは道具屋に行ってみましょう。いらっしゃいませ。売ってるものは変わらないね。こういうのってさ、そう、買ってさ、すぐ次の町に行ってさ、新しいものが売ってるとさ、すげえショックなんだよね。こっち買えばよかったみたいな。氷の森には偏屈なじいさんがいるっす。いつも怒っているっす。お疲れっす。偏屈なじいさんね。ここは誰もいないか。こいつは氷の森クリスタルフォレストのどこかに南国のような楽園があるというっす。とりあえずはその楽園というのを目指してみますか。家の中誰もいねえな。誰もいないのにさ、火がついてんだけど、危なくねえか。火事になってしまうぞ。まあでも暖炉だから大丈夫なのか。オイラはもともとこの村の鍛冶屋だったのに、あいつに無理やり押しかけられてるっす。ほほほ。ここはあったかそうだね。寒いんか。待ってたぜ。武器のパワーは溜まってるかな。溜まってない。全く溜まってないよ。最近なんだかあったかいっす。氷もどんどん溶けてるっす。あったかいと住みづらくなるな。あったかいのは苦手なんだ。寒い方がいいんだね、こちらは。あ、行けない。街の外にじゃあ出ますか。街の外の出方が分かんないんだけど、どっから出んの。こっちか。お、狼っぽいのがいる。ほら
あ、なんか魔法となってんね。スピードダウン。ちょっともう魔法どんどん使っていこう。強い。あ、スピードが遅くなってる。確かに。魔法のくるみはね、いっぱい持てるからね。あ、すげえ敵がワンサがいるな。でもこいつらはあんまりミスらないから普通に攻撃していくか。貯めるのとさ 100% で手数を増やすのどっちがいいんだろうね。レベル2とかでもさ結構たまん、なんだあいつ、こっちから攻撃できるのが敵装法。エアブラスト、103じゃさすがに倒せないか。かわいそうだなあいつら。79100あたりを与えれば倒せたかもしれないね。レベル1、ほら結構ダメージ倍率は高くなってる。クリティカルヒットだとあれだけどさ、50くらいだもんね。 100% 攻撃がクリティカルしか出ないんだけど。プリム何やってんの。行方不明だったんだけど。で58がレベル1だと80くらい当たってたから、あれもうなんか別のとこについた。あ、なんだこいつ。残念だが、それはもう助かってないよ。お、宝箱ある。もらってこう。これ武器パワーかな、じゃあ。槍。あれ？え、どういうこと？嘘？今2上がった？え、なに2回取ったよね、今。武器パワーって、見れんのかな？あ、わかんねえな。スチールランス、あ、わかんねえ、今武器パワーがいくつ溜まってるかわかんないけどさ、え、どういうこと、今絶対2回取ったよね。2レベル上げられたら槍使おうかな、結構強そう。バグかどうか知らないけど、レベル2でいくと、いくぞ、そりゃいくつだ、え、どれ、え。どれかわかんねえんだけど、ダメージが表示が遅くて。132は絶対違う。あれ、なんかある、宝箱、まん丸ドロップか。あ、こいつか。こいつは地中に潜るからね。え、なんか弱くねえか、レベル2の攻撃。これなんだ、大砲屋。ああ、大砲屋は今は用はないからね。これで決める。レベル1はわりかしコスパがいい気がする。そうするとこれさ、キュインキュインっていうゲージの上がる速度とかって上がんないのかな。うん、いけ。スピードダウン食らった。もうちょっと早く溜まればね。8とかさ、溜めてらんなくないか。外した。8とかさ、溜めて外すとすげえショックだよね。レベル3。おお、あ、クリティカルヒットか。あ、なんか変なのがいる。亀の戦士みたい。おお、これで決める。え、ミスター、ちょい、はめ殺ししろ。左もいけるし下もいけそうだし、
お、ポポイ、ちょ、待って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 、お前いつの間にこんなに減ってんだ。なんかもうちょっとさ自己主張しろよ死にそうだみたいな。すげえレベル上がったし、レベル上がるとこれ回復するんだよね。あいつに必殺技を使うのはさすがにもったいないから、どこで来てんのか。あ、当たんねえわ。エアブロストでなんとかするしかない。おお、倒した。ヒットポイントは少ないね、魔法しか効かないから。いっぱい出てきた。クリームは魔法が切れた。なんかかかってたっけ。またこいつか。よし、あれまだ下があった。溜める頃にさ倒しちゃうからね。いやでもショートカットにね魔法セットするの楽だわ。同じ魔法しか熟練度上がんないけどさ、まあ別にいいでしょ。なんていうの、回避率が高いんだかなんだかよくわかんないけど、そういうやつすげえ厄介だよな。あれ、どっから来た。こっから来なかったっけ。こっち側は行けない。うーん、スピードダウンを食らってしまった。全体よし、排除完了。はちょ待って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 、どういうこと。ちょ待ってね、ディテクト使おう。弱点とか調べられたよね。マジックパワー12とか少ないな。あ、ちょっと待って、どっち。弱点は特にない。魔法食らってしまったよ。宇宙フェイスでさ、なんかね地中に潜ってる間もちょっとどんどんエアブラスト打ってこう。エアブラスト打ってる間さ敵の動き止まるからね。当たる？あー、当たってんだか当たってないのかよくわかんねえもん。こっちか。あ、全体になっちゃった。まあいいか。風効かないかな。開いたところを狙う。正攻法で行った方がいいかね。邪魔だマジで。ほら、スタを排除しつつ。当たんないんだって。いや俺もミスってんな。で倒すとね、確かヒットポイントは回復するけど、レベルが上がらない限りマジックパワーは回復しないからね。武器パワープリーズ。弓矢、オッケーオッケーオッケー。遠距離系の攻撃が上がるのは、は？で、どうなってんのこれ謎すぎるんだけど。ここは氷の中の南国村。どうだい？あったかいだろ。周りは吹雪でも、ここはいつでもポッカポカよ。
なんて贅沢なのかしら。真ん中に変なやつがいるね。今黄金島ではこのリゾート地に別荘を持つことが最高のステータスなの。ん？ここは黄金島なの？黄金の島、ゴールドシティから引っ越してきたんだ。ゴールドシティの方がさ、響き良さそうだけどね。ここに住んでる人はみんなお金持ちの人ばっかりよ。大金を払わなければいけないのよ。普通の贅沢に飽き足らなくなった人たちが究極の贅沢を求めてここに来るの。え、誰にお金払うの？周りは。あ、こいつは聞いたわ。本当の金持ちは人とは違うことに金をかけるのさ。金持ちの気持ちは分かんないからな。ちょっと真ん中のやつは最後に話そう。この別荘はなかなか快適ね。女房の見栄っ張りのおかげでこんなところに家を買わされてしまった。あ、何気に余裕はなさそうだな。もう金がないみたいな。え、上行けるね。この村はまだ出来たてなの。私も最近越してきたばかり。店がないよこの村に。まあ、出来たての村だからかな。あれ、こいつがいる。お頭のリゾート地計画は大成功。お頭も人遣い荒いからな。サボってるとすぐどやされる。まあ人遣いが荒いって言ってもブラック企業なのかどうかは分かんないな。でもブラック企業っぽいよね。なんだお前ら、どっかで会わなかった？まあいいか。それよりちょっとこのストーブ見ててくれないか。時々叩くだけで燃料いらずさ。じゃあよろしく。そんな見ず知らずの他人にさ頼むか。動ける。何か音がする。開けてみようか。熱くねえのか開けるとき。助かった、ありがとう。これは火の精霊サラマンダーだ。うわー、やっと自由になれたかと思うと燃えるぜ畜生。単純だな。冬に戻った。またお前たちかい。このドジ、気がつかなかったのかい。すいません。本当にもう、せっかくの金儲けが、みんな逃げちゃったよ。何？火のマナ神殿の趣旨。知らないね。もうマナの趣旨はゴリゴリだよ。そういや、サラマンダー捕まえに行った時に変なじいさんがいたよ。何を親切に教えてるんだ。おい、覚えてらっしゃい。でもこいつはボロ儲けしたんだからいいんじゃん。もう潮時だよそろそろ。みんな出てっちゃったのかね、この家とか。これなんかのキャラクターだよね、肖像画みたいなの。え、家買うだけ買ってさ出てったの。誰もいない。マジで誰もいない。撤退すんの早すぎだろ。まあ上に行ってみましょうか。サラマンダー手に入れたけどさ、消えいっぱい。ちょ待って、マジックパワーを回復したいな。1個クルミを使うか。クルミを使って、ちょっと待って、今あいつにカスが合わないな。で
かつちょっとショートカットをサラマンダーのファイアーボールにしよう。ここは寒いから火が効きそう。まずはレベル上げも兼ねて。これ完全に回数なんですよね、熟練度は。あ、宝箱、パックンチ横、あっちに狼がいる。溜めながら行こう。あー、こいつは効かないんだよね。これ絶対効かないの、絶対効かないわ。いや弱いな。ジャッカルは別にあれか、炎に弱いとかそういうあれではないのかな。あ、2人どこ行ったの。え、マジでどこ行った。あ、こいつと戦闘してたのか。あれ、まだいる。ガスクラウド、ファイヤーボールじゃ倒せないか。うん、でも1体だったらね、200近く当たるからね、確実に1人を倒した方がいいのか。向こうにガスクラウドがいるからファイヤーボールで倒そう。またこいつか。早い。んー、ミスるな。よし、オッケー。お、レベル25。マジックパワーをね、回復してくれるのはでかいよね、やっぱり。これさ、普通にめっちゃ来てるけどさ、いいのこれ、こっちで。旋風剣みたいなの。まだ生きてる。いや、生きてんだか倒したんだかわからんわマジで。あれ、こっち来ちゃってるけど、何これ、クリスタルパレスだよね、なんか言ってた。もういいか、行くだけ行っちゃう。順番がわからん。正面突破でいいのかな。開くねえ普通に。ファイアボール、これはどういうこと。あれ、今一瞬、え、どうなったの。え、何、狭い。これはマジでわからん。わざとロードが入るしね。脆くなったっていうのはあんま効果ないよね。やっぱ気絶するラビパンチが強いから、ラビパンチ、こいつは魔法しか効かないかなって思ったらそうでもない。ちょっと、49でしょ、攻撃が。ラビパンチどこだ ?46 か。ラビパンチね、モーグリか。格闘は効かないかな。何気にタフだね。うん、変なクラウドがいる。ガスクラウド、こいつは厄介。え、誰が気を失った、こいつか。うおー、雪だるま。ちょ、待って、指示できない。回復が、いや、マジで死ぬあいつ。倒した。左から行きましょう。ファイアボールを使う。
きてる？生きてるね。行くぞ。あいつ倒せる？道が通じてしまった。あ、扉に入ろう。マップが変わるとね、敵復活するからね。これすげえ、ゲッゲッゲ、待っていっぱいいっぱいいる。一回ファイアボールでこいつらの動きを止める。その間に技をためる。しかもさ、これ一回丸ボタンを離すとさ、技のゲージが、こいつら炎効かない。待って、魔法レベルアップ、よし。サラマンダーレベル1、このまま攻める。レベル1になってどれくらい増える？30だったのが40、強くなってる。なんなの、マジ当たんねえんだけど。スペクターとか、まだ生きてるか。あったか、もうマジックパワーがなくなってる。魔法の首500円するからね、高いんだよ。まったく、倒した。ん？どっちだ？なんかどっちかが正解ってこと？またわけわかんないのが出てきた。うおー、セイントビーム。あ、それなりに食らうね。だからさ、全然気絶しないんだけど、こいつら。なんか最初の方に言ったさ、サハギンとかめっちゃ気絶してたけどさ、ラビとか。どこか。あ、気失ったわ。でこれ気失ってもさ、すぐ復活すんだ。変えようかな。じゃあやっぱり剣がいいかな。あ、森がいいか。遠距離各武器で。で当たんねえ、マジで当たんねえんだけど。燃やそう、ファイアボールで。得て増えてがあんの ?146 じゃない？あ、倒せるか。いや、もうどんどん魔法使ってこう。あ、いけねえし。こっちか。下がいけるか。いや、もうこういうやつめんどくせえわ。魔法キャラ。強引に突破しよう。お、なに、え聞いとい。これなんかさ、パックボタン持ってさ、一回戦わなかったっけ。おわ、とにかくもう魔法だな。90当たってね。でもほら、その間に全体1貯めて全体みたいな。食われた一応回復しとこう。ファイアボール発動した。パックントカゲって3人ともパックントカゲになるの。ゲッヒルウォーター使われてんな。ファイアボールで相殺してる。まだでも6個あるからな。またあいつ壊れてる。
助けた。食われたところを助けた。なんかさ、やられてる姿結構かわいそうなんだけど、何してんのこいつら。俺が食われてる間見てるだけですかい。食われてさ、ミスって。やっぱさ、これ剣にしよう。なかなかね、癖があるね、他の武器は。ほら、うわ食われた。何もしないから魔法唱えよう。いいね、魔法レベルがどんどん上がっていくよ。二人して食われた。やばい、食われる。溜めてると食われんな。いやでもファイヤーボールの方が火力は高いから、回復量より。引き倒したね。あとこいつだけだ。ひでえ、買わせないんだけど。プリム、まあ、あ、買えればいいんだ、食われてる間。え？でどうなったの？あ、先へ進めるようになったのか。なんだかよくわかんねえ仕掛けだな。バブルスライムみたいになってもめんどくせえかな。こいつはこいつで当たんねえかな。ムチか。え、ムチじゃないのこれ。あ、ムチだよね。きちんとさやらないといけないんだ。いや、当たんないよね。ひどい。なんかガチャガチャして早くなるとかなさそうだな。あれ、これは、あ、ちょっと待って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 。このまま上に行けばいいかな。お、すぐに立ち去れ。どうする。いいえ、子供のくせに生意気だ。お仕置きだ。こっちへ来い。え、フロストギガ、あ、なんか分裂した。え、ファイアボール効いてない？え、マジで？150とか、すげえな。ダルマになってしまった。変えよう。あー、やっぱりでも正体を表した時じゃないと無理か。このフリーズブリスを食らうと雪だるまになるんだな。大したダメージにはならないけど、雪だるま化してる。よし、ここだ、狙おう。ファイアボール。でも道弱くねえか。アシッドストーム、防御力がダウンした。回復しておこう。すげえ、魔法マジで強えな。っていうかさ、普通にここに来たけどさ、順番的に良かったの？火の神殿のが後だっけ。もうそこはね、全然覚えてないね。なんか成り行きでこっち来ちゃったけどさ。ブーメラン、サンタさん。あなたは？大丈夫じゃ。わ
わしがフロストギガースだったんじゃよ。最近の子供たちは誰もわしのことを信じなくなった。マナが少なくなると子供たちでさえも夢や希望を失ってしまう。もう一度皆に夢を取り戻してあげたくての。マナの木というのはあっという間に大きく成長するそうや。巨大なクリスマスツリーを育てようとついマナの種子を持ってきてしもうたんじゃよ。ところがマナのエネルギーがわしの体に影響してわしをあのような化け物に。マナの力も使い方を間違えるととても危険なもんだったんじゃな。君らにも迷惑をかけた。木の種子を返そう。木の種子を取り戻した。おう、ちょ、流れ的にはこれでいいのか。木の種子を取り戻して、で今度神殿行こうみたいな。おお、敵がいっぱいいる。とりあえずファイアボールレベル2。もうどういうダメージだか全然わからん。もうパックンチョコとかだったら使わないよね。普通に魔法で回復してるんで。あ、天使の聖杯か。またカメがいる。いや強い、本当に強いわ。こいつもついでに倒しておこう。おお、逆にフリーズを食らった。手前のやつはもうクリムに任せよう。もうくんないかんね、宝箱を落としてもまんまるドロップとか。これ全体にやって、あれどっから来たっけ、こっちから来たっけ。ファイヤーボールちなみに当たった。あれどっから来たんだっけ。マジでフリーズを食らう前に逃げよう。何気にポポエがまたやばい。一回魔法を唱えておきましょう。ヒールボタン。よし。回復量も半端ないよな。レベル3まで貯めて。おら。俺の攻撃どうなったの。レベル3弱くない、本当に弱くない。え、おかしいでしょ判定が。あ、135。魔法レベルアップ。サラマンダーレベル3早いな、やっぱり魔法を使ってると。クリームが誰かと戦ってるんで、またこいつか。まあ、せっかくだから倒していこう。ボールベアがちょっと厄介だからね、早急に魔法で排除する。でガスクラウドも魔法で排除する。クリームが480とか。使えば使うほどどんどん強くなっていくな。あれ、クリームどっから来た。実はこっちから行けたとか。そうこうしてるうちにたらマジックパーがなくなったな。武器パワーもね、ある程度溜まってきたから、ちょっとワッツのとこで鍛えたいんだけど。あのさ、上のさ、
カメ引っかかってるよね、どう考えても。こいつらよく引っかかるな。プリムはプリムで何してんの、カメと戦ってんのかあいつ。大砲屋もういいでしょ別に。サラマンダ手に入れたし、マナの種子手に入れたし、カッカラに戻ろう。カッカラのどこに落とされるんだ、町に落としてほしいな、どうせなら。おお、ちょうど町に落としてくれた。武器パワーを鍛えましょう。ロングボウがいけます。で何になった、グレートボウ、ブーメランいけます、円月輪、スチールランス、これが2回鍛えられるかどうか。いけるマジでパルチザンになってるよ。あれ槍ってもともと弱かった、そういうこと。800円、1600円。パルチザン59か。まあいいよ、これにしとこう、攻撃力が高いから。で西の神殿に行けばいいのかな。じゃあとりあえず寝て、今回はここで終了したいと思います。またね、カッカラ王国から始まりますけど、次回は西の神殿に行って、なんか炎の種子とかなんかそんなイベントをこなしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。